こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代表の山本博ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますということで、はい、先週に引き続き、はい、ここ一番屋の創業者胸継、はい、徳次さんここ一番屋ネーミングね、はい、一番ここが美味しかったからここ一番と、はい、すごいですよね 先週でもアンケート1日通、うんうん、厳しい意見にワクワクしてるっていうね、うん、なかなかできないですよね。なんかまあ経営者だったらやっぱり自分の作った店舗をまあディスられるわけじゃないけど文句言われたらちょっとへこみそうなもんですけどなんかもうそれをもう全店舗に実名で。<laughs> 県庁ッとするでしょうねあれでもね <laughs> 従業員とかバイトからしたらもうめんどくせえなって多分なると思うんですよでもなると思うんだけどそれを分かってて、うん、しかもそんなもん関係ないとお客さんのためなんやという気持ちを強く持ってやり続けるっていうのがやっぱ俺すごいと思うなねトップがやるっていうのでねすごい意味がありますよね。うん、はい、はい では、えー、お店ラジオそろそろ開店しましょうこの後カレーハウスここ一番屋の創業者胸次徳次さん登場ですさあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続きカレーハウスここ一番屋の創業者胸次徳次さんです今週もよろしくお願いします、はい、お願いします 今週はですね、えー、どうやってこうメニューを作っていったのかとか、うんはい、お客さんにどうやって受けていくのかとか、はい、そういったちょっと具体的な店舗運営とか業態運営の話をお伺いしたいなと思うんですけど。 という業態を作るっていうことは、まあ決めて、はい、トッピングがあったりとか、うんうん、量が調整できたりとか。はい、辛さが調整できたり。今では当たり前だと思うんですけど、えーえー、その頃のその工夫の考え方っていうのは、どういったものだったんですか。そうですね。まあ、あのカレーのここ一番やっていう店を作ろうって。 決めたと同時にさあどういうメニュー作りにしてどういう店作りしようかっていう中でね何でも合うような気がしてたんでチーズだとかイカの唐揚げだとかまあハンバーグだとか10前後のメニューでーとりあえずスタートしたんですけどあと好きなだけ食べていただくこと1 0 0ム刻みでいこう色が良しに線引いて。 そしたら1600グラムまでかけたんです。かけたんです。1 0 0ってね。<laughs> かけたのはかけたんだと思います。<そう> <laughs> はいはい、で何思ったか4皿ちょっと食べたらこれタダにしようってね物のサービスしないって言っておきながら、はあ、そういうことをまあその表を書く上で大食い無料キャンペーンみたいな感じですか。4皿ちょっとで1200プラス100グラム。はい。 まあ実はそれがやむにやまれぬぐらいもう評判を呼んで各地出店で後大変だったんだけども当にやめたかったんだけどね、はい、ゲーム感覚で提供したっていうのがね自分自身恥ずかしくてねえもうでもやめさせていただけなかったお客様それが目玉だみたいになっちゃって、えーはい、量を52っていうのは多分最初だと思いますでもそこで経営的に言うとなんか2つぐらい問題出るなと思ってて 普通は手間が増えるじゃないですか。店舗内でのこの量を測る。うん、一緒ですね。アルバイトの方に教えるとかい。いや、そんな単純なことですよ。材料は一緒ですもん、お米と。うん、ええー、マニュアルにするほどのものでもないし。えー、あと、その原価管理みたいなところで言うと、どうなんですか。えー、そんなに細かなメニューを。増やしちゃうと、えー、結構、その原価の管理とかが難しく、うん、めんどくさくなるで。まあ、あまりね。 品ごとに管理っていうことはあの実態に即さないんで、まあ、あのまとめてトータルで、うん、え何パーセントっていうそういう決め方の中で<ー>まあ ABC 分析したりする中でね月間では出ましたから喫茶店からもう言ってみればそういう意味じゃどんぶり勘定で全体もどんぶり勘定で売り上げさえ伸ばしたら値引きしないから粗 <laughs> 利益は一定ですからね、うん、利益まで伴って増えていきますからね。 あとは FL はほとんども全店共通ですからね地域差もないしましては本部から提供するっていうことでオーナーさんの店も大体一定してますからでロスも出ない商売ですからね基本的にはねあ<ー>まあライスぐらいですか<ー>当日残ったそれは業態としてもそうかそんなに風土の率をあんまり意識するような業態じゃないっていうわないです しね、飲食店はそれがダメだっていう説はよく聞いてただからだから一生懸命やって売り上げ利益を伸ばし続ける、うんうん、だから毎期毎期の、あのー、目標を何が何でも必達するそれって売り上げって客数と単価の掛け算じゃないですかどっちを見るんですか、うん あ両方、客単価上げようっていうことはあまり考えなかったです、最初。<ー>いや、カレーライスもっと気軽に食べていただきたい、それでもちゃんと利益はいただきたいという、うん、そういうことで、まあ、ちょうどいいところの価格設定かなとは思います。<ー>客単価800円ちょっとですから っていうのはトッピングって結構そのアップセルっていうかこうだから,だから最初はねみたいなイメージかなと思ったんですけど。そ,<れ>そうじゃないですか？そうなります。だから客単価を上げて売り上げ伸ばしたいっていう会議なんかでそういう声もそれは誰だって考えますよね。いやあのそれはあの自分としてはあまり考えないと。 2>, かつ2枚乗せてほしいとかねカツにチーズかけてほしいとか知ってる人はそういうあの自分が満足できる、えー、注文の仕方ができるけども他の知らない人はメニュー表からしか選べないあこれもやっぱりちょっと教えて差し上げることは必要だなということでその時に写真のメニューを導入してんこんな組み合わせもできますってうーんそれでみんないろんなトップをるーっていうことで 打ち出しましまままたた<ー>客単価はまた上がりますよ、ね、私はもうてっきりトッピングは客単価を上げるための一つの手段なのかなと思ってます、うんまあ、結果的にそうなったっていうどっちかっていうと<お>じゃあお客さんからの最初は<か>えまあ,あの常連さんでそういうことを 言われた人には対応するそれねこの言われた人がほうれん草入れたいソーセージ入れたいとかカツ入れたいうんうんかんぬんってやっていてお客さんのニーズをあんまり汲み取りすぎると、うん、もうトッピングばっかり増えてきて、うん、これ、うん、今度在庫管理も大変だしとか、ね、いろんな手間が増えるみたいな。えー、今の,あの経営陣は新規メニューを。 結構出ししてますよねうん、うん、メニュー見ると楽しいですよねでもやっぱり単純化標準化平準化もしようと思うとむやみにお客様が迷うぐらいね、うん、増やすことも駄目、えー、でしょうけどまあそれは現場主義でやってるとね、うん、このくらいがちょうどいいんだなっていうのも。 ななんとなくわかるんじゃないですかね,すかねお客様の声を聞くっていうのも当然大事なんだけどやっぱりその店舗をどう作るかっていうお客様の声を聞かないっていう意思決定も大事だみたいなのも結構おっしゃられる方もいるんですけどその,そのバランスですよね <laughs> お客様ってわがままってある意味ね,でね、えー、いろんなことをうもう叶えられないことのが圧倒的に多いんですけども。 でもやっぱりそんな中にあそれもありだなということで前提にっていうことも当然あるわけでうん、うん、でも店は自分たちの考えのもとにやるんだというそういうお店だって業態だっていっぱいありますからね決めつける必要はないと思いますけどね。森さ、うんなるほどはどっちかというとお客様にある程度寄り添ったような意思決定をされていくって感じですよね。でも 楽器にお金取らないでくださいとかねいろんな方見 <laughs> そういうのはもう全部無視しましたから <laughs> 値下げしてくださいは500通ぐらいは頂い,いてましたけど毎月<ー>もう申し訳ないけどそれ検討すらできないんですっていうことでね、うん、無視でしたよねお送りしてるのは宗次さんセレクトの曲ですがなぜこの曲を選ばれたんでしょうか、はい えー、ビバルディの「四季」っていうねもうクラシックの、えー、音楽では一番有名だと思うんですがね21歳の時に5万円で10ヶ月払いのゲップで買ったステレオセット、はい、その隣がレコード屋さん。うん でレコード屋さんに、えー、寄って今一番あの売れてるレコードなんですかって言ったらこの曲だったんです。でそれを買ってで今も現物あるんですけどもね。えー、え二十一歳の時に初めて買った、はい、レコード版です。で嫁さんと交際し始めて二ヶ月後の嫁さんの誕生日にそれをプレゼントした。めちゃくちゃ思い出の曲ですね。はいそうなんです。<laughs> 今でも聞かれる時あるんですか。 そうですね、はい、これはね11月12日が四季の日って実は私たちの結婚記念日なんですが記念日協会に登録までして、えー、四季の日コンサートってビ、はい、バヴァルディの四季を昼夜2回一流の人に言うてます。お送りしたのは「ビィヴァルディで四季」でした。 次ょ店舗の出店のところをちょっとお伺いしたいんですけども数店舗の頃からどういった形で出店戦略を考えていったかみたいなところちょっとまあ基本私はもう創業から今人生今生きてる間ずっと行き当たりばったりです。でうん、その時々を一生懸命やるっていう うん、考えたって考えた通りにい、に行かないっていうね、経営はまさにそうだと思うんです。でも、こう、あそこの出店しようってなった時に、じゃあ、えー、道路に何人歩いてるか。あ、ないです。隣の業態市場調査ゼロです。やったことないです。<laughs> まあ、一号店から、車から降りはしましたけど、<laughs> あ、もうこれだったらいいです、契約しますって。えー もうほとんどその感覚的なもんです、ねで。いいと悪いの線引きはじゃあどこでこう感性が働いていますか、はい。まあ大体わかりますよね。もうとんでもないものはこれ出店しようっていうことの、まあそのとんでもないのが唯一の撤退した、えー、後の社長が店長でやった店なんだけど、<お>かつては織物で栄えた地域だったんだけど、もうちょっと行くと堤防の包みに出て行き止まりみたいなところで。 えー、それ半年その社長が店長として頑張って私も昼なんか入ったりして「浜島君がそこまでやってくれて改善の見込みがないからもうやめようと」と<ー>そしたらそれが私の唯一の撤退点になったんです。のち <laughs>、まあ、500点まで。 えー、小規模店ですしね大体がで小規模店ですから、まあ、店長以下、えー、ニコニコキビキビハキハキっていうのがシャゼなんですけどもそういう姿勢でお客様第一でやってたら徐々に徐々に上がっていきます。で<ー>売上の悪悪いい店は最初から悪いわけで 悪いっていうことは分母が低いっていうことで1年やれば110とか20になりますからそれを3年ぐらいやったら普通の売り上げ地域の普通の店と同じ売り上げ45年やったら地域一番になっていくんですね。えー、めちゃくちゃゃく長いやその最初ひどいっていうスタートを切った場合ね、うん、地域の人に申し訳ないと。 勝手に来て勝手に撤退するなんていうことは許,許されない同業他店との競合もない商品ですからありがたいことにねそれってあれですか仮に、まあ、ど真ん中競合じゃないかもしれないですけど似たような店舗が近くに来ちゃいました、うん、で売り上げが下がりましたみたいになった時な、うん、なったりはしないですか、まあ、一時的にあるのかもわからないけどまあでも食堂業が胃袋戦争っていうことで見たらもう皆んな 競争ですから、ね、まあスーパーさんもテイクアウトの店もでも,もう基本他店が何しようがどういう売り方しようがいくらで売ろうが本当に関心なかったです <laughs> だから他店さんを見学に行くなんていうこともなかったです。行くとしたら稀にある場合は接客がどうか うちよりもいいいかか悪ですう気になるのは接客ですカレーの味とか根付けはもう店々で考えることですからね。なるほどそれでもココイチさんって株式上場もされたりしてるじゃないですかそうすると事業計画3か年売上げう出店計画う採用計画になっていくじゃないですか数値数値に多少はなっていくじゃないですか。絵ににいいたたみ作るだけですもんね店舗は 売上目標一年後二年後三年後あないです。あないんですか、えー。とにかく昨年の昨対同月比で落とさないようにっていう。これ九十何パーセントだと悔しくないかって一生懸命やった思いがあ,あるのに九十八パーセントでしたっていうの。 これはやっぱり会議でちょっとは言いましたうそうか削退でずっとやっていくんですねまあそれが一番私にとっては分かりやすかったかなうん、面白いなちょっと私あの話変わっちゃうんですけどお伺いしたいのがその 結構早い段階で社長業を譲られて、あ、五十三でね、はい、でこの間あのハウスさんでしたっけに、うん、も売却、ね、もでされて、ね、そのあたりの意思決定もえらい早いなっていう感じがするんですけど、うん、なんかその最初多店舗展開したぐらい上場したぐらいで、うん、そういう絵っていうのはもう書いておられたんですか？あ、ないです。次の社長浜島って言うんですが、社長の自信ついたらいつでもゆあの言ってほしい。その日を楽しみにしてるからって言ったら半年後にい てきたんですね突然。社長やりたい、ね、これびっくりしました。<ら>ちょっと待ってくれって言い, <laughs> 言い,言いかけましたけども <laughs>。言いかけただけです、ね <laughs> うん。まあその言葉を飲み込んであ、いやその決心ついたんだったらもうすぐそうしよう。 いくらなんでも53でね皆さんから社長社長って言われてねここ一の社長さんって言われてそれは株主だなんだいろんな取引先だも含めていやいやそんな早くに譲らんといてみたいな声も絶対出ますよね,それ,ねそれだけ素晴らしい後継者だったんです。一言もその不安だとかかかオーナーナささんんらら取引先さんから 不安げなあの思い声は聞こえてこなかったです。へ<ー>、ええ。それ意識的にそういう風にして育てていていたんですか。そんな能力ありません。私え。私の背中を見てついてきてくれ式ですよね。<ー>えええ。気がついたら。 この人には任せられるぞって思った。で、いやそこで気になるだってあれ息子さんもられるんですよね。あ、もう最初から一度もないです。継がせようっていうのは、うん、赤ちゃんで生まれた四号店のその駐車場が見えるところにベッドを置いて、そっからいつも息子と見て、うん、今三人入って車で来た三人ということは拾い上げ二千四百円だぞって <laughs>。そういう会話はじっと見てね。お父さん今二人だから千六百円だねとか。ゲットだねみたいな。<laughs> 6歳ぐらいの時によく会話してた <laughs> えそんな思い入れがあったらなおさら息子にいや,いやこんな厳しい大変な商売4五点の直後に生まれたんでねもうこの食堂業子供だからといってやってもらいたいやるべきだとかその会話をしないでいこう,う一度もないです<ー>だからあの話し合ったこともないです。<ー>それとと株を公開したっていうことでね 資本と経営を分離できたっていうことで、もうそれもやっぱり自分の手から話すのは容易だったですね。なるほどな。ハウスさんに株をこう渡しされたというか、うん、っていうのは、なんかその戦略的な意図みたいなところっていうのはあるんですか？あ、まあ、もちろんあります、ね。それはどういっまあ私の意思じゃなくて、あのココの経営陣の経営企画室からヤハウスさんからはこう51パーセント持ちたいって言って、その意図はね。 やっぱり世界戦略ですよ、ね、100か国2万点っていう構想がありますからメーカーのハウスさんと。 店舗展開のここ一が組んだらもうこれに勝るもんないですから。<ー>だから世界各国どこへ出しても大丈夫っていうそういう自信もみんな持ってると思うしね。ああで海外展開今されててインドにも出してる。ああんですよ、ね、そうですね今インドに店舗ね。日本のカレーってどうなんですか。日本のカレーだからやれますよね。インドの人日本国内でもよく利用されて連れて見えるんですよね。 みんな美味しいって一様に<ー>でフランスヨーロッパでもナイフフォークじゃなくて手で食べるわけじゃないあのワンハンドで食べるあのスタイルがもう世界共通でね,ね何でもかんでものっけてねはい、はい、おさらに。 あれはもう世界共通です。えー、どこに出しても大丈夫です。じゃ二万店舗、うん、楽しみですね。大笑いしましたけどね、その話聞いた時いきなり二万店舗って言った時はね、もう、えー、もう十年以上前ですけどね。えー、でもその方向には近づいていってるのは間違いないです、ねえー。そうですね。徐々に海外の店舗増えていってますも、ねえーえー。もう海外今十十一カ国あるんじゃないですか、ね。そうですよね。なるほどな。いや勉強になりました。 いや、そういやありがとうございましたこの質問で締めくくらせてもらいたいと思います。はい、えっと宗次さんにとってのお店とは？はい、あー、そうですね。まあ、28年間うん。あの小さな店を出し続けてもうずっと楽しくてね。幸せで、うん、だから休みもいらない。何をやるよりも。 楽しいですからね店以外の経営以外のことで欲求を満たすっていうことはあまり考えなくてゼロじゃないですけども来れたっていうのはもうやっぱり、えー、お店に集中できたからこそその結果売上も順調に伸びて多くの人に喜んでいただいたっていうことでもう後悔は ほとんんどゼロです、ね、全くゼロロでですすね全くじゃないですよもちろん、ね、人生そのもの24時間日みたまあ、まあ、そ,そうですねまあ本当三流経営者にあのコンサルタントの先生もつ,えつくわけじゃなくて成長できたっていうのはねやっぱりお店お客様<え><場>若くて飲食店経営やりたいなっていう人に対して、はい、今ワークライフバランスとか言うじゃないですかそんなに365日24時間って感じじゃないよねみたいな。<laughs> いい経営者になりたいっていう人に対して、うん、向けては、まあ業態。業種にもよりますけどね飲食だとそんな考えだとやめておいた方がいいと思うんですね。やっぱり経営者の姿がお店にあるっていうことでね、えー、あの社員さんやらお客様が。 納得してねホッとしていただいて料理だけでもなくそうですね料理よりもやっぱり姿勢を伝える感謝の気持ちだとかねそれはもうやっぱり経営者の仕事ですしね。なるほどなまあ日に商売だからやってることが直結結果が出てくるって感じだからいいも悪いもそとですねそれとお店も一生懸命やるけどものこともやりたいんだっていうそれもこれもっていうそれで成功する時代 じゃあもうないんじゃないかなって思いますねなるほどなはいありがとうございます勉強になりました、えー、ゲストはカレーハウスここ一番屋の創業者宗津徳次さんでしたありがとうございましたあどうもありがとうございましたありがとうございました,ました事業投資家の水戸正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店の時間です はい今日も留守番電話が入ってますいいありがとうございます、えー、この番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう福岡糸島にある塩の製造を販売している新三郎商店又、ま、一の塩のエンジニア万野です又、ま、一の塩を生かした塩をかけて食べるプリンおむすび塩塩そばなどさまざまな商品を展開 昨年国内で唯一塩の容器を紙カップにリニューアル、SDG ズに配慮した塩作りを進めています。ネットでも購入できますので、マタイチの塩をぜひ検索してください。社内デジタル化にスマーリチ API を活用しています。めちゃくちゃ助かってます。めちゃくちゃいいやんこれ。 斬新やの新しいな最初ちょっとエンジニアさんやから控えめなおしゃべりだったんで大丈夫かなと思いましたけど最後エンジニアさんのすごい気持ちがこもったメッセージ、ね、なかなかレアなねあのね僕ねこの方知ってますツイッターフォローしてます<ー>めっちゃあのいろんな IT ツール使ってスマラジだけじゃなくても、うん、あの IT 化を 店舗の DX とかをバーっとやっていらっしゃる方で<ー>、はい、スマレジの API を使ってるってどういうことなんですかどんなイメージなんですかス,スマレジねこれよく聞いてくれたんですけど、うん、スマレジだけなんですよデータを取り出せるって うん、まあ自分のお店のデータなんで取、うん、りやすずって当たり前と思うじゃないですかでもね他のねできないんですよ、うん、自分のお店のデータパシッとダウンロードできるのはスマレージだけなんですよ、うん、実はダウンロードしていろいろああでも経営判断していただくとへえるとそ<う>うなるほどなもうそんな素晴らしい機能をこの PR メッセージの一瞬に込めてくださった <laughs> 素晴らしいですねマンノさんいやこれはね多分年間ランキングトップランクに来る PR の方になるんじゃないですか今日のオームス番電話のメッセージは「スマレジを使っているお店福岡糸島にある新三郎商店のエンジニアマン野さんからでしたありがとうございました岩本さん、はい、2>, 2週にわたって宗次さんのお話をお伺いしたわけですが、はい、いかがでしたでしょうかヒロシのコーナーはいよ えー、今回の学びでございます、うん、一つはあの単一業態で、うんえー、メニューもシンプルというかねオペレーションもシンプルだと思うんですけれどもその中に実はでも割と複雑なメニュー構成が実は含まっていたりとかするんやけどそれが全然見させないというか、うん、実は複雑にするのは簡単やけどシンプルにするのって結構難しいんやろうなと思って。 なんかその辺が垣間見えたというか。トッピングはアップセルクロスセルだと思ってたんですけど、意外とそうでもなかったんですね。なんかほんまに乗せたらうまいんちゃうぐらいのノリで言ってましたね。それがびっくりしたので、この。あの両方のバリエーションもね。あとだから独立ですよね。私実は高校の同級生が。あの十数年前二十年前弱ぐらいに、あの。高校一んで働いてて。で、俺独立すんねとか言うて、働いてましたわ。で、まあ今やから言えるかわからへんけど、その時めちゃくちゃ働いたよ。もう寝る時間ない。つ それは今で言ったらええんかなっていう悔しさも当然あんねんけどお話を聞いてると、まあ、やるんだったら修行中一生懸命やって、うん、で独立してからまあ多少楽になるような絵を描こうみたいななんかそんな教えだったんでしょうね。なんであのその高校生の彼もそれで独立していったと一ついい採用とか教育のシステムだったんだなっていう気がしましたよね。 さてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしています宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アットインター FM.jp までお送りください放送から1週間はラジコのタイムフリーでお聞きいただけますまたオーディ YouTubeSpotify ポッドキャストなどでも配信中です番組の放送後期にリンクを貼ってありますのでご確認ください 音声メディアボイシーでも番組のアーカイブを配信中です放送で紹介しきれなかった未公開部分なども聞くことができますぜひボイシーの方もお楽しみくださいそれではここまでのお相手は三戸正和と山本博でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています